モカシンはアメリカ海軍の潜水艦、プランジャー級潜水艦の一隻、その名を持つ艦としては2隻目。モカシンは1900年11月8日にニュージャージー州エリザベスのクレセント造船所で寄港した。1901年8月20日に浸水し、1903年1月17日に艦長フランク・エル・ピニー少尉の指揮した。 ニューヨーク州ニューサフォークのホーランド交渉で収益する。収益後は、ニューポートの海軍水雷基地で、作戦活動及び訓練に従事し、1904年6月15日に、ノーフォークの予備役水雷戦隊に、配属、5年近く不活性化の上保管された。1909年7月20日に、モカシンは、球体艦シーザーに積み込まれ、フィリピンに運ばれる。 姉妹艦のアンターも同様に前方甲板に貨物として積み込まれ、運ばれた。10月1日にオロンガポに到着し、モカ下神は10月7日に浸水する。1910年2月10日に最終駅し、マニラを拠点としたアジア水雷艦隊の第一、潜水隊に配属された。モカ下神は1911年11月17日に A-4 と改名された。 第一次世界大戦の間、姉妹艦と共に、モカシンは、マニラ湾入り口の警戒、戦断警護を行う。予備役に置かれた後、A-4 は1919 19年12月12日に、カビ手で退役した。ありがとうございます。